こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは千切りキャベツです。千切りキャベツで、鶏ハツ焼肉、鶏ハツの塩コショウ焼きですね。卵焼き LL4 個分、白ご飯です。これでトマトも食べます。多分食べます。はい、肝心の体重測っていきましょう。何キロになってるかですね。昨日がまあゆっくりした日曜日で 56.7。 今日は緊張した仕事をしている日で何キロかですね。昨日より300g 増えて 57.0。 体脂肪率は 12.7 と減ってますね。体重 57.0、体脂肪率 12.7、 基礎代謝 1342、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.2、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 と。はい、もう一度。サムネイルは千切りキャベツ、鶏ハツの塩コショウ焼き、鶏ハツ焼肉ですね。卵 LL4 個分、白ご飯、まだ焼いてる途中の鶏ハツですね。で、トマトですね。今日は以上になります。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。